そう、温泉に。私も行きたかったんだけどさ。あ、今度一緒に行こうか、熱海にね。私たちね。えちゃん、あのプレゼントあるんだ、これ。これ気に入るかな、ちょっと。どう？素敵な指輪。気に入った？気に入った？うん、あ、そう。ありがとう。あ、つけてみたら。うん。サイズ合うかな。ぴったり。やっぱりな。よしよし。なんで知ってたのサイズ？そう、全部知ってるよ、みたいなことは俺。あれ、ちょっとよく見させて。ちょっと、よく見させて。どれ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 。え？似合う？あ、似合ってんじゃないの？あ、似合ってる似合ってる。あ、手が綺麗だもんね。嬉しいな。素敵なものが。あ、そう？嬉しいな。これ高かったんじゃないの？いやいや、まあまあまあ、そこそこはね、そこそこはするよ、やっぱり。うん、でもまあ、うん、自分の小遣いなんとかなるから。嬉しいな。何じゃ。今度旅行行こうよ、熱海さ。温泉、ね、温泉いいじゃない。どうしようかな。大丈夫。休みとか取れるの？取れる、取っちゃうもん、俺休み取っちゃうもん、悪いけど。うんうん、この部屋は禁煙じゃない、大丈夫。タバコさ、タバコ吸っていいかな。いいよ。ねえねえ、ハイダラある？はい、あ、いけない。もう落としちゃったよ。大丈夫？ちょっと、すぐすぐ持ってくるよ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。おっと、今下がってる。あ、こうなって、こうなってんだ。ちょっとごめんなさいね。せえよ、バカ野郎。陽子、陽子、こんなところで何やってるのよ。クラブの練習休むの？私の勝手でしょ。いい加減にしなさいよ。何すんのよ。マリコ、ヨーコ、どうしてこんな風になっちゃったのよ。私たち友達でしょ。理由聞かせてよ。私なんて勉強だってできないし、クラブだってみんなの足引っ張ってるだけじゃないのよ。私なんてね、ただの落ちこぼれなのよ。何言ってんのよ。私たちはね、一度だってそんな風に思ったことなんてないわよ。むしろね、陽子は私たちの憧れの元だった。明るくて爽やかで頑張り屋で、私そんな陽子が大好きだったのよ。ね、陽子、目覚まして。陽子、陽子、ね、私間違ってた。ありがとう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 。うの、ちょっと、キチノ、どうした？このおじさん、ええなんですか？なんだ、君は。なんだ君やったら今。ねお、あ、痛い痛い痛い。そうです、私が変なおじさんです。変なおじさんだから、変なおじさん、あ、変なおじさんだから、変なおじさん。
座りましょうか。橋本さん。まなみって呼んで。いや。まなみって呼んでほしいの。はい。まなみさん。今日は一緒に食事ができて夢のようでした。ありがとうございました。私だってケンちゃんに誘ってもらって嬉しかったわ。また会ってもらえます？もちろんよ、いつでも誘って。ケンちゃんかわいい。あ、もう8時過ぎてる。もうそろそろ帰らないと。駅まで送りましょうか。まだ早いじゃない。夜はこれからよ。結婚前の男と女がこんな遅い時間にうろうろしてはいけないかなったと思いましてね。もっとケンちゃんと一緒にいたいの。ねがい。はい。うれしい。じゃあボウリングでも行きましょうか。ケンちゃんのお部屋に行きたいな。部屋？私ね、ケンちゃんのこと全部知りたいの。だからお部屋に連れてって。いや、でも。お、ね、が、ひ。はい。もうこんな時間だけど大丈夫ですか？ケンちゃんってどんなタイプが好きなの？タイプってまだあまり経験ないんでよくわからない。私のこと好き？それはもちろん。だったら好きだよって言って。今ここでですか？うん、好きだよ。うん、嬉しい。邪魔な、外でやってことだよ。アーティストになりたいんだもん。邪魔なんだよ。邪魔？だってさ、夢はいつか叶う、ドリームカムトゥルyou
変なおじさんです。あ、変なおじさんだから変なおじさん。あ、変なおじさんだから変なおじさん。あ、変なおじさんだから変なおじさん。抱くんだ。